中国電力は昨日、関西電力と共同で使用済み核燃料の中間貯蔵施設の設置に向け調査する意向を山口県上関町に申し入れました。関電が福井県内に持つ3つの原発で生じる使用済み核燃料をめぐっては、福井県は県外での中間貯蔵施設の整備を求め続けていて、福井県の杉本知事は今後の動向を注視する考えを示しました。これからのプロセスがあると思います。そういったものをですね、私どもとしては、経緯プロセスを見守っていきたい。福井県の原発で生じる使用済み核燃料をめぐっては原発内の保管プールがあと5年から7年で満杯になる見込みです。